そろそろじゃな。はい、ここで最後の休憩を入れましょう。計画も練っておく必要がある。何言ってんだってばよ。ナルト、焦らないで。暁との戦いは万全。でもナルト。もう休憩は十分だろ。ちょっと待ってよ。カカシよ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこま。あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん、確かにナルトにとって砂隠れ自体には。しかしガーラ君、砂隠れにいるどんなものよりも、どの里においても人中力を見る目は。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使っ、四代目と相談して、我が砂隠れじゃが、わしのしてきたこと、里を守るどころか。いえ、まだまだこれからですよ。千代婆様は十分お若いです。そうじゃな、老いぼれのわしに。まださあ、そろそろ行きましょう。ああ、結界が仕掛けてあるな。どうします、ガイ先生。それは五風結界だ。え、遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃってね。ナルト君、サクラさん。おし、ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは。あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ、この結界はどうすれば外れる。この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて、だから目の前の札と他の四箇所にある札。なるほど、ならば。見つけた。よし、カカシよ、札は俺たちに任せろ。あ、よし、外反青春頼んだぞ。よし、時間をかけるわけにはいかない。
これでかい。あれは。なるほど。まさか自分自身の偽物が。ガイ先生。おそらくは他の3枚も同じような罠が仕掛け。リー。それでは始める。次の札を探さなく。これで2枚目です。気をつけろ。今度は私の偽物ね。いいわ、こいつの相手。テンテン、一人で大丈夫。自分のことは誰よりも知ってるつもりよ。ほらほら、ここ。ああ、どっちが暗記の使い方がうまいか。チャンス！装備、体験的、
見せ物とは言っても残すはあと2枚か。偽物です。いい。はい、ネジは最後の頼んだぞ。行きますよ。何事もまずは努力。こいつを始末するだけだな。すぐに終わらせる。戦闘開始。使わせてもらう。これで仕留める。手加減はしない。手加減はしない。だ。手加減はしない。全力で来い。
これで終わりだ。悪いな。勝負あり。勝負あったようだな。さて、行くか。どうやら札を剥ぐことには成功したようだな。よし、剥ぐ。はい。さて、ここからだな。ガラ、今行くから。よっと。よっ、ここから先、みんな、うん、よし、行くぞ。さて、ドイツが人中力かな。ガーラ、てめえら、てめえら、あいつか。どうやらそうみたいだな。旦那、これ言ったら多分あの人中力はオイラがやる。ノルマは一人一匹だろうが。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと。キュービの人中力はなかなかに強いっていう。じゃあな。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラ、分かった。逃がすかよ。よし、ガーラを返す。変わった人中力だな。人中力はネクラで人嫌いだと。それにこのガーラというや、ここまで他人に思われていた人中力。ガーラは一尾を抜いたからし、お前も直にそうなって。めえらは潰してやる。Come on!
メだ。こいつで決める。怪物神の術。よっしゃ！おー、思ったよりやるね。ったく勝手な行動。カカシ先生、俺なんかの相手をしてていいのか。シャリンガンの言っちゃなんだが、サソリの旦那は俺より強いぜ。残してきたサクラたちが気になるが、こっちはこっちで気を抜けない。アルト、落ち着け。人中力を取られただけじゃなく、なんでこいつ。面倒くらいで済めばよいが。とうに隠居した身のあんたが。それはなってみなくては。とは言っても、まずはサソリに引きずり出す。どういうこと。今のあやつは誠のサソリでは。本物はあの中に。本物。しかし、あのヒルコは防御に特化した傀儡。しかしじゃ、サクラ、お前にはある。わかりました。やフォローは任せておけ。お前はそろそろいいか。知ってんだろう。安心しろ。行きます。
まずは成功。はい。まさかヒルコが壊されるとはな。遊びは今日で終わりだ。ふん。果たしてそううま。ここからが本番じゃ。逃がさね。よっと。なかなか近づけねえ。人中力をやるとは言ったが、もう起爆粘土は少ねえ。そもそもあのカカシが邪魔だ。サクラたちから離れすぎたな。これ以上こりゃチンタラし。あれはあれこそ本物のサソリじゃ。こうなってしまったら最後だ。退治しただけでわかる。モネさん、サクラ、恐れるな。このわしがおる。お前は後ろへ。まずは千代ば。いいだろう。二代目風影。そう、歴代こいつを作るのには苦労したが、隠居の重い腰を上げてみるもんじゃ。我が孫が悪党に身を。三度四代目風影を倒したのはオロチマルじゃったが、そして今回のガーラも、さらには三。おいおい、四代目ってのは俺は知らねえぜ。手引き、確かに暁ではもともとオロチマルと組んでたからいろいろやったがな。オロチマル、あなたはオロチマルのことを。だからなんだ。どうせここで倒れるお前たちには関係のないことだろう。それはどうかな。倒れるのはお前の行いは身内であるわしと。ああ。そうじゃ。お前が父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。さっきも言った。これはやってみなければ。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。来い。安心しろ、すぐに済む。頼りないババアに見えるか。ほれ。
キモいじゃん。で幕引きにしようぞ。その日に十機地下発の衆。どうじゃ。これ。しまいじゃ。もう九回。まだまだ青いの。年を重ねた分だけ経験も豊富ということじゃ。すごい。なんて戦い。やるな、千代馬。だが。その姿は。ふふふ。そうか。お前、自分の体を。久方ぶりだ。自分を使うのはな。さあ、そろそろ蹴りをつけるか。この状況、私はどうしたら。さくら、お前は逃げろ。お前を逃がすくらいの時間は。私は。3年前、ナルトと約束したんだ。今度は、2人で一緒にって。だから、私は。こんなところで負けるわけにはいかない。サクラ、お前。あいつは私が倒します。何を言っておる。すみません。でも引きたい。約束。それに綱根師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。約束だか負けん気だか知らねえが、そんなもので俺行くぞ。戦闘開始。
田様直伝の怪力よ。あやつ、まさか、さくら、お前、あの戦毒を受けたにもかかわらず、毒がそれだけ早く回るだけだというのに医療忍者としては我慢しろ。無駄だ。すでに毒は医療忍術を使ったとしても今やっておるのは己の生命エネルギーをそのまま分け与え、そもそもこれは親を亡くし親の傀儡と共にいること、わしの孫のために編み出した術じゃ。何？この術があれば、くだらねえ。くだらないついでに、そこのガキに一つ無駄なことを教え。お前は、それなら草がくれにある。どういうこと？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。本当にくだらねえ。降りてきやがれ、こら！ナルト、落ち着け。大丈夫だ。必ずガーラ君は取り戻す。わかった。いいか、ナルト。お前はこの手の相手には慣れていない。あいつは。じゃあ、どうし。こういう時は、こっちで奴の隙を作り。そう。どうやって？遠距離補助系の忍術を持っている奴が、ま、要するに、カカシ先生に。ああ。まずは俺があいつ。その間お前は奴の隙を見つけて、あの鳥からガーラ君を救う。よし、それじゃ行くぞ、ナルト。油断しすぎだよ。始めますか。サンゴーン、飛んで戦艦で。ま、この程度ね。戦いの敵は、戦いの手本を見せてやる。爆発だ！
待って、白黒つけようか。コピーした忍術を見せてやれろ。カイトン大突破、水流弾の術、高火球の術。うわあ、悪いな、引くわけにはいく。戦いに夢中になってる間に奪われちまったか。しかしさすがは畑かがしってと。ぶん殴ってやる。やれるもんなら。油断しすぎだよ。なんだ今。俺だけは絶対許すわけにはいかねえ。なるほどな、これが。さすがに人中力2匹、粘土もチャクラももう足りねえ。ここまお前を逃がすのは惜しいがな、今回はここまでだ。逃がされ。なんと止まれ。近いうち、また相手してやるよ。まあ、そん時までお前が生きてりゃ。くそ。逃げたか。ん？さくらちゃん。ようやく会えた。こっちも、終わった。はい。あとはガイたちが到着するのを待つだけだな。ナルト。
なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ、風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。ナルト、サスケも助けらんねえ。3年も必死に修行して、ジオバ様、その術何し、ガーラ君生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと。くそ、チャクラが足らぬ。俺のチャクラ使ってく。お前それってできるか、ばあちゃん。ガーラ君はアイスと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりも、なるどんな里でも人中力を見る目は冷た。わしの手の上にお前の手を重ねろ。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る。くだらぬ年寄りどもが作ったかつてわしの視点、しかし最後に砂と、これからの未来はナルトよ、わしも、お前はガーラの痛みを知ってやる。ガーラも、お前ガーラを助けてやる。誰だこの手。なんだ、俺の手か。俺の手。俺。俺とは誰だ。俺は
世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだってばよ。今は疲れて寝ちゃったけど。違う。え？医療忍術なんかじゃない。転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうこと。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が。千代婆様。ばあちゃん。ナルト、千代婆様はお前とガーラ君に未来を託した。忍びらしい。うん。三代目のじいちゃんと同じ。そうだな。うん。ばあちゃんの思い。皆、千代婆様に祈りを。そういうの苦手だからな。このまま。すがね、この程度の修行じゃ物足りなかったかしら。この様子なら大丈夫だ。
それではな、カカジ。ああ、いろいろと助かった。さて、俺たちもここで解散だ。おっ、それじゃあ、私は師匠に報告に行ってきますね。ああ、俺も後で報告に行くと伝えといてくれ。わかりました。よし、俺は一楽ラーメン直行。私もお腹ペコペコ。報告が終わったら何さくらちゃんってば、甘いものばかり食べると長寿みたいに。へえ、元気だねあいつら。どうやら俺の方はダメっぽいな。ま、仕方ない。次の任務はあいつに代わってもらうか。残念。Thank you.
後悔することになるぞ。少し手伝って差し上げましょう。面白い、やってやろうじゃないか。一丁は俺で、俺が一緒なら勝利は決まりだな。戦闘開始。は、現実知らない。現実からは抜け出せない。もらうぞ。おりゃ、あなたといいの。生のスザ、なに、オーケー、よっよっ、やあ、